ハブ層は豆かジャケツイバラアカ赤線の属の一年層。原産地はアメリカ合衆国南部から熱帯アメリカにかけて。日本には江戸時代に毒虫や毒蛇、特にハブに噛まれた時の民間薬として導入されたためにこの名前がある。しかし実際には毒虫に対する効果はあるが蛇毒に対する効果はないとされている。現在、南西諸島や小笠原諸島では 気化植物となっている。茎は直立して草丈60から120センチメートルくらいになり、前奏無毛である。葉は8から12枚の小葉からなる、鵜状服用で、この葉が虫や蛇の毒を緩和するとされる。花は夏に茎の先の方の溶液から相乗果樹を出し、一つの果樹に数輪の黄色い花が咲く。花は豆花特有の長毛毛ではなく、 いびつなゴベンハ花である。その後に、幅数ミリ、長さ10センチメートルくらいの平たいサイアンができる。感銘は、膀胱南というが、比較的新しいトライ種のため、漢方薬に廃材されることはない。この種子を言ったものを、ハブチャというが、現在健康食品として売られているものは、同族で別種のエビスグサの種子、漢方名結名種である。同族で別種のエビスグサよりも刃先が尖る。 また小葉の枚数も本種は8から12なのに対し、エビスグサは5から6枚。また鞘の付き方もエビスグサは湾曲して垂れ下がるのに対し、ハブソウは水平よりも上を向くなどの点で区別できる。種子を木薬や健康茶の原料として用いる。園芸面ではハブソウは花が比較的大きく美しいので、 切り花用に栽培されたり庭に柿として植えられることもある。またサツマイモネグサレセンチュウや北ネグサレなどの土中センチュウ類の繁殖を抑制する効果があり、コンパニオンプランツとして導入されることもある。クロンキスト体系ではジャケツイバラカとする。ありがとうございます。